秀吉は賤ヶ岳で勝家を倒し、利家を味方とした。名実ともに天下に一番近い男となった。秀吉に対抗できる力を持つ大名は三河、駿河など五カ国を擁す徳川家康のみだった。そんな家康に織田信長の次男信雄が接近。両者は共に挙兵し、秀吉と交戦状態に入った。秀吉は小牧長久手の地で家康と対峙した。秀吉と家康、天下の領有の初対決の行方はいかに。天下統一の勝、小牧長久手の戦い。義継、お前さんの忠心は疑いようがない。じゃがちーと確認したいことがあってな。徳川陣営にいる藤堂高虎、やつとお前さんが通じているという話があってな。高虎から慶宛てにこんな書状が来ている。これは全く覚えがありません。信じていただきたい。秀吉様、その書状を私にも拝見させてください。お前何すんだ。これはついうっかり、申し訳ありません。いかなる処分も受けまする。疑いの種が灰になってまったらしょうがないわ。よし、すぐ三成、もうええぞ。この儀はこれまでじゃ。決してお前を助けたかったわけではない。決戦を前に味方の士気が下がるのを恐れただけだ。利家、よう参陣してくれた。俺はおじきとお前に二度救われてんだ。織田に帰参するとき、そして賤ヶ岳のとき、二人とも俺を命がけで救ってくれた。で、結局おじきには腹切らせちまった。本当ならおじきを追っかけてくれ。でもそれだけは絶対やっちゃいけねえ。俺はおじきに生かされた。俺はおじきの分まで生きて戦わなきゃなんねえんだ。おじきの思い背負って生きていかなきゃなんねえんだ。それに俺にはまだ恩人が残ってる。大切な友が残ってる。だから俺はお前のために戦う。鬼柴田が軍の魂持ってただお前の前の敵を撃つ。そうか、分かった。お前の仁義思う存分貫け。わしと共に新しい世の中作ろうや。ああ任せとけ秀吉。家康のやつぶっ倒してお前を絶対天下人にしてやんぜ。でよ、作り上げた世の中見せつけてやるんだ。日の元のどっかでぶらついてる
もう一人の恩人にな。わしは学年城、イエス殿は小牧山城。攻防が揺らぎ合い、ここらで打開する。三成、こっそり小畑城を制圧せ。あの城からイエス殿を本部と三河を襲うんじゃ。わしらは三成らのおとりとなる。徳川軍の注意をこちらに引きつけるで。敵は北方に兵を集中させる。もしや忠勝、小牧山城と信勝殿のこと頼んだぞ。あ、受けたまわった。怖いぐらいすんなり進めているのに、速やかに南東の砦を落とし小畑城に迫るぞ。顔を洗って出直してきな。この砦を制圧すれば小畑城は裸同然。この戦、激戦は必死。爆殿城を守る秀常様の敗走には注意されたし。勢いのまま小畑城を落とす。小畑城周辺の敵はあらかた片付いたようだな。秀吉殿とは古い知己、互いに手の内は知り尽くしている。だがここで俺が粘れば、秀吉様は別の策を講じることができる。小畑城に家康殿が現れたじゃと。ということは小牧山城は手打ちじゃな。三成が粘ってる間に小牧山城を落とす。その後小畑城に急行するで。悪い子だね。三成のため敵兵を引きつけていったが、事態は変わった。早いとこ片付けや。ようやく前に進めるわ。急いで小牧山城に攻め込むで。開門。秀吉様からの伝令、小牧山城を落とすまで持ちこたえを取ること。分かった。知識の役目は果たすと伝えてくれ。俺は三成を救いたい。我が国だけでは救援は難しい。他の者まで巻き込んで俺を救いに来るとは、お前も意外にバカなんだ。何、
うっかり書状を燃やしてしまうバカにはかなわぬさ。よし、本体はこの小牧山城を狙っている。ここで拙者が粘れば今の戦も楽になろう。大丈夫、ネネ銀行の半分は優しさだもん。頑張ってるね、立派だよ。ここまで敵が。ナウトラ様、共に柱軍を食い止めましょう。砦を守るのは以上2人か。ダメんじゃねえ。死んだ方たちが娘、避難。いざ尋常に勝負。すいません、倒させてください。敵将討ち取った。ようやった、戦もはかどるわ。敵将討ち取った。開門。城内に入り込んだ。門活殿、安全な場所に引かれよ。家康がおらぬ今、わしが小牧山城の城主、光るぞ。忠勝とまともにやり合う必要はねえだろ。信勝をサクッと倒して城奪うんじゃ。真理通せ。わしは信長の子、信勝。わしに背くとは無こち。おじきとお市様、こんな織田家に忠じたってのか。わしは逃げるぞ。開門。行くよ。よっしゃ、小牧山城を落としたで。次は小牧城を攻め、三成を救うんじゃ。城を退けるとはなかなかの猛者よ。負けるよ、今は借りておこう。忠勝がよく敵を引きつけてくれた。今より学殿城に総攻撃をかける。ネネ軍師、ネネ軍師。学殿城が落ちれば秀吉殿は態度を失う。ここで討ち取ることもできようぞ。現状三成が別動隊を追うが学殿城に近い。別動隊は急ぎ学殿城に戻るんじゃ。今回はそのまま小畑城に突撃する。家康殿撃破し勝利を引き寄せるんじゃ。どうするのです、おねねさん。はじめから家康の願いは秀吉様のお命。そのために侍女や配下をおとりに使ったか。
家康様のもとには行かせぬ。覚悟しろ。我が方にしてくれるわ。殿はお強い。このまま戦を続けたら共倒れになってまうわ。どうじゃ、ここは一つ壊せんか。そのために単身参られたと。イエス殿、頼む。お前さんがここで折れてくれりゃ五年で天下を統一できる。じゃが折れてくれなんだら倍かかる。それじゃ長すぎる。わしの身が持たんわ。真に強きは秀吉殿よ。敵陣に乗り込み心根を晒す、私には到底できません。戦なき太平のため講和をお受けいたす。家康殿、かたじけない。
天下人の重圧っちゅんは尋常じゃねえわ。わしが死んだら家康殿はこの重圧を一人で背負うやもしれん。あ、ふん。